南美は、朝鮮民主主義人民共和国の軍人、政治家。朝鮮人民軍大将、ソ連派に属す。ロシア名は、ヤーコフ・ペトロービチナム。朝鮮人民軍総参謀長、外務省、副首相を歴任。1913年、環境北道で生まれる。ソ連沿海州から中央アジアへの強制移住を経験した。トムスク大学卒業後。 サマルカンド州国民教育部長を務める。ソ連軍に入隊し、独ソ戦では、スターリングラード攻防戦などに将校として参加したとされる。しかし、油性鉄は、何日は、体系的な軍事常識がなかったと証言している。第二次世界大戦後に、朝鮮半、東北半部に帰国して、教育行政に当たり、1946年に、北朝鮮臨時人民委員会、 教育局副局長に就任。1948年9月9日の朝鮮、民主主義人民共和国建国後は、教育副総になる。1950年6月25日の朝鮮、戦争勃発後、同年9月、強権将軍の戦死により、公認の朝鮮人民軍総参謀長に任命。戦争末には、休戦委員会の朝、中川主席委員として、 国連軍との交渉を担当。1953年7月27日の休戦協定文書に朝鮮人民軍、中国人民志願軍代表団主席代表、朝鮮人民軍代表として署名している。朝鮮戦争休戦後の1953年、僕経営に代わって外務省に就任。1954年8月30日には、 日本政府の在日朝鮮人処遇に抗議するとともに、在日朝鮮人は共和国の在外公民とする声明を発表。日本共産党の在日朝鮮人運動に対する指導性を案に否定したことにより、在日朝鮮人運動は大きな転換を迎え、在日朝鮮統一民主戦線の解散と在日本朝鮮人総連合会の結成につながることになった。 1955年2月には、ソ連の平和共存路線を念頭に、朝鮮民主主義人民共和国外相として、日本の鳩山一郎政権に対し、貿易や文化交流を通じて、東西陣営や政治体制の違いを乗り越えた友好関係の確立を提唱し、以後中華人民共和国の大連を経由して、日朝貿易が拡大している。 1956年4月の朝鮮堂々党第3回党大会において党中央委員及び党常務委員会委員に選出され党内序列第9位となる。同年の8月周派事件ではソ連派が粛清されたが地位を保ち1957年に副首相権外相となった。1958年9月には 日本政府に対して在日朝鮮人の帰国措置を講じるよう要求した。1959年秋頃、中祖関係の悪化を背景としたフルシチョフ法調延期に関し、その責任を問われて外務省を外された。以後、1960年に国家建設委員会委員長、1966年に福祉相券鉄道省などを歴任。 1970年11月の第5回党大会においては、党政治委員会から外され、広角となる。1972年12月28日の第5期最高人民会議第1回会議において、中央人民委員会委員、政務委員副総理、経工業委員会委員長に選出された。1976年3月7日、地方視察中に交通事故で死去し、 3月9日に国葬が取り行われた。南日死去の35年後、元北朝鮮政府公館とされる脱北者による南日暴殺疑惑証言が朝鮮日報2011年8月10日記事にて掲載された。殺害の動機は、近日政後継者争いで、近正日の競合相手であった、近平一の有力後継人の一人であった。 何日の抹殺を図ったものとされている。A.B. 鈴木。梶村は共に1914年生まれとする。高麗日報。http カーリーイルボー o ットコインデックス。php ノーボスチパリティカコー。527から12018年12月22日。閲覧。鈴木による。梶村は、他試験と師範大学卒とする。和田春樹。 朝鮮戦争前史、PP-253 国連軍側は、ウィリアム K ・ハリソン中将が署名した。平井は瞬時、北朝鮮、変貌を続ける、独裁国家中央公論新社、中高新書2216、東京、2013年5月25日発行、60から61ページ。下目、二百九ページ、日自身が外交を担当するためとも、 下求め280ページ。南日氏は、金総初期に暗殺された。ありがとうございます。